はい、お久しぶりです。帯の結び方ね、よくね、うち YouTube でやってますけども、普段のね、結び方と普段の結び方と、スパーリングとかね、試合になると、結び方を変えます。普段はね、締め直しができるんですけども、試合中ってほどけたりしたら、試合にならないかったりね、相手にも迷惑かけますので、特にスパーリング結構しますよね、皆さんね、スパーリングの時にほどけない締め方がありますので、前もやりましたけど、もう一回やります。普通の締め方ね、普通の締め方は、ね、皆さんもやってるようにこういう風にして、まあ、後ろでこうね、後ろで一本にして上からね、こうやってネクタイみたいにね、こうネクタイっていうか普通に締めて、ほんでここをネクタイみたいな感じで下からね、こうこの輪っかの下から持ってきて、まあこれが普通のね、締め方です。こうね、ピッと、これはね、結構ほどけるんですよ。見た目はいいんですけどね、結構ほどけたりするんです。それは今から言うのは、ここまで一緒なんですけど、ここまでね、ここまで一緒です。もう一回いきますよ、ね、ここまでは一緒です。ここまではいつもと一緒なんですけども、こっからさっきはね、このままこうやって結びましたよね。でここまで一緒です。ここまで一緒ですけども、こっからさっきはこうやりましたよね。これをここの見えるかな、ここに1本入れます。ピュッとね、そしてこの間に、この輪っかの間に入れます。すると柔道みたいな締め方になりますけど、これほどけないんですよ。ほぼほどけないです。発揮中でスパーリングなんかやってもね、ほどけないです。これは皆さんやった方がいいですよ。ほんで組手中にね、組手中はこうやってやってね、ちょっとね、形がこうなるんで、ちょっとかっこ悪いですけどかっこ悪いですけど、試合とかだったらこっちの方が気にならんでいいでしょ。気にせんでね。気になったらね、やっぱりほどけたりしたらね、試合またほどこうやって戻すときにバーン顔蹴られたりしますんでね、結構この締め方がいいです。もう一回いきますよ、ね、ここまでは一緒です。ここまでは一緒です。皆さんと一緒です。こっからこうやってたんを、分かりますかね、こうやってたんをこうやった方がタランとしてかっこいいでしょ。かっこいいけども、この2つある中にこれを入れます。ビュン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 。でこの輪っかの中にもう1本を通します。こうやってね、ほんでギュッと締めたらほとんど取れないです。これなんかロープくくるような感じですよね。ロープを結ぶような締め方だと思うんですけど、はい、これですね。これまあ釣り用語で言ったら、倉谷ロットやったかな、名前忘れてる。はい、こういうことです。皆さんね、これで結構ほどけないのでね、動いてもねほどけないので、皆さんねやってみてください。でまたね、試合組手が終わったらね、普通の締め方に戻して、みんなで撮影したらいいと思います。ということです。今日は短い動画でしたけど、ありがとうございました。ぜひやってみてください。試合とかね、組手中は結構これの方が楽です。以上です。まあ僕ね、最近ずっと指導中もこうなんですよ。もうずっとこうです。もうこれでやってますね、これでやってます。あ、こういうかね、これでやってます。すごいきっちり締めれるんですよ、これ。きっちり仕事きっちりです。ありがとうございました。おっす。最近ネタ切れでね動画上げてません。失礼しました。